いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの、リスナーさんっていうんですかね、チャンネル登録者の方から、プレゼント、送っていただきました。それでですね、早速ちょっと開封動画を撮りたいなと思って今撮影してるんですけど、ちょっと伝票の方とかね、いろんなこういうところはちょっと軽く剥がさせていただきましたけど、原田兄弟の一番ブランドもうね、なんか箱からね、ちょっとね面白い感じなんですよ。見えるかな、よっ、こんな感じで兄弟、多分ね何か入ってるんでしょうけど、うん、まあ、こんな感じでね開けていきたいと思います。で、何なのかなっていうのもあるんですけど、まあ、とりあえず早速開けましょう。まずは、うん、何にしてもとりあえず中がね気になるんで、おっと、おっと、おっと、すごくね、じゃんと玉ねぎですね。で、なおかつこういうの、うーん、淡路島の玉ねぎ、そうね、この淡路島ということで、これを送ってくださったのはですね、当チャンネルのチャンネル登録者でもあり、モデレーターでもあるケンジロー、ケンジローさんから送っていただきました。ありがとうございますね。淡路ハイウェイオアシスでプロデュースということで、おそらく淡路島の方までわざわざ行かれたんじゃないかなと思います。ということで、安路ありがとうございました。本当にね、これはちょっと嬉しい限り、うん、まあね、健次郎さんらしいというかね、やっぱ50代の方らしいような感じなプレゼントなんで、しかもこれね結構あるよ、結構ある、こう見てもらったら分かるかな、うん、結構すごいいい感じ、うん、なので、うん、これちょっと大切に使いたい。うん、淡路島の玉ねぎって美味しいんですよ、本当有名なんでね、皆さん知ってる人は知ってるかもしれませんけど、ちょっと知らない人はね知らないかもっていうのもあるんですけど、ちょうどねうちでも話してたんですよ、うん、やっぱね関西方面でね生まれ育ってる相棒がいますんで、うん、兵庫県でね生まれた、で大阪に行って福岡に来たっていう経歴があるね方が、私の、うん、まあね説明しなくても多分チャンネル見てる人ってね、動画見てくださる人は分かると思うんですけど、うん、で淡路島の玉ねぎ食べたいんだよねつって言ってたんで、本当にナイスなタイミングでありがとうございます。そしてねこれね、ライブ配信中にピンポーンってなって、ちょっとすいません離席しますつって、自分が出た時に宅急便の方が来てたんで、ちょっとねこれもねいきなりね送られてきたんでびっくりしてます。うん、でね本当にね、オレンジさんから始まって TAY さんと、安田の方でね、本当に知っていただいて本当に感謝してます。でね、健次郎に関してはね、ずっとライブ配信でもお世話になってますから、まあ、今後もねこれからもモデレーターとして健次郎安田をですね貫いて頑張ってもらいたいなと思います。でちょっとね今まで呼び捨てとかねしてちょっと悪態ついて申し訳ないっていうことなんですけど、まあねこれ YouTube 自分のねチャンネルを登録してライブ配信見てる方だったら、うん、また素人さんやっちゃいましたねって思ってると思うんですけど、でまあこういう風な間柄で、うん、させてもらってるんで、まあこれからもですねぜひよろしくお願いします。で健次郎さんに関しては
西宮ラジオのね、下りの方で、直接お会いして、直接愛車自慢もですね、リアルなエスクワイア、動画に撮らせてもらったりとかしてね、ちょっと進行があるんで、非常に嬉しく思いますね。ということで、今回はですね、視聴者さんからのプレゼント動画ということで動画を撮影させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。